はいえー、おはようございます。佐田でございます。本日もご質問をいただいておりますので、お答えしていきたいと思います。いや、みんな今日の質問は結構多いんじゃないですかね。えー、明日仕事に行きたくないんですというご相談をいただいております。ちょっと余談ですけど、私の知り合いで、えー、と毎週月曜日の生き生きと笑顔で起きられる社会にするっていうことをやっているコンサルタントがいて、えー 最初、どうなんだろうと思ったんですけど、なんかすごくお客さんたくさんついてるので、なんか声、こういう悩みを抱えてる人がたくさんいるんだな、みたいなことをですね、以前思ったことがある、そんなことがありましという記憶がですね、いますね。はい。えー、ご相談内容はですね、えーと、モチベーションが上がらず仕事に行くのが辛いです。えー、転職も考えていますが、今年の8月に移動したばかりです。えー、かつ移動先は取引先のオフィス内ですと。 はいえー、社内であれば、えー、移動して数ヶ月で転職も考えるのですが、えー、客先に常駐している手前もあり、すぐの転職は諦めています、えー。しかしながら仕事のやる気が出ず、毎日が辛く仕方ありません。割り切って過ごすしかないんでしょうか。えー、ちなみに退職は年度末の予定をしており、新年度から新しい会社で働きたいと思っており、々に転職活動の準備を始めています。というご相談ですね。はい。ありがとうございます。す、ま、で、あ、に割り 生きていくのかどうかみたいなところで、えっ、ー、と、いや、もう基本的にこのモチベーションが上がらない時っていうのはやれることそんな多くないんですよね。えっ、ー、と、モチベーション、まあ今の会社にまだ残るか残らないかっていう選択肢があって、で、残るのであればモチベーションが上がる工夫をするしかないと。で、モチベーションが上がる工夫っていうのは、まあ現状のまま、まあ例えば休みの過ごし方を変えるとか、えー、仕事の進め方ちょっと工夫してみるとか、 人間関係を解決するためにちょっと努力をしてみるとか、まあそういった形でモチベーションを上げる工夫をする。もしくは、まあ、転職はしないんだけど、えー、と職場の移動を希望すると。なので、会社は変わらないんだけど、は一緒に働く人を変えると。まあ、移動すると、えー、と社内もそうですし、まあ、実際営業とかであればお客さんも変わったりするので、まあそういった形の依頼をするというような形ですね。まあ社内 転職みたいな感じになりますかね。まあそんな形で、まあ環境を変えていくと。で、もう一個が、えっ、ー、と、もう会社辞めてしまうと、まあ転職をするみたいな形になるかとは思うんですけれども、そんなに実はモチベーションが上がらないときの解決策ってないんですよね。なので、えっ、ー、と、 まず考えなきゃいけないことは、なんでモチベーション上がらないんだろうみたいなことは、一、まあ、回整理してもらった方がいいかなと思います。結構、あの、いろんな相談乗るんですけど、一時的な問題のケースも多いんですよね。えぇ、ー、まあ、例えば来月に大きい、えー、プレゼンコンペが控えていて、なんかもうストレスでモチベーションが上がらなくても不安でしょうがないんですみたいな人とかも、前相談来たくれた時にはあってですね。要はそれが終わったら、あの、 なんか大丈夫ですみたいな形もあったので。でその形で実際転職活動したんですよ、その間に。だから、ま、コンペもあって転職活動もして、ヒーヒー言ってましたけど、最終的になんかコンペが終わって、いい果が出たら、なんか、仕事楽しいですって言って頑張ってたので、なんかそういったその自分の今のモチベーションが上がらない原因っていうのが、まあ、今何なのかみたいなところは、ぜひ一度整理してもらうのは大事かなと思います。で、それがもう一時的なのか、もう永続的なのか、みたいなところで、 結構変わってきますので。えー、私は転職した時には、もうこれは会社の風土というか、考え方がもう社長の言いなりみたいな感じの組織だったんで、なんかもうそれについていくのもやってらんないな、みたいな気持ちで転職しましたね。それはもう一時的にどうこうじゃなくて、もうそういう会社なので、そういう会社がなんか考え方を変えるために私が何か頑張るみたいなこといいい、一時期やってたんですよ。半年ぐらい。なんか数値だ出てきて、社長が言ってることはこうじゃなくて、ああじゃなくてみたいなことをやってみたんですけど、 全然うまくいかなかったんで、えー、やめましたね。まあ、今考えると、なんか、正論を振りかざしてですね、えー、なんとか周りを説得しようとしたっていう自分が、まあ、若かったな、みたいな感じですけど、まあ、そういうふうに、まあ、問題が一時的なのか、永続的なのか、みたいなところは考えてもらうことが必要かなと思います。で、えー、っと、気をつけてほしいポイントは、えー、二つ。 あってですね。えー、っと、一つは、その、我慢することが、イコールキャリアアップ、スキルアップ、みたいな考え方がどうしてもあるって感じですね。えー、っと、これ多分スポーツとかの考え方からそのまま来てるんだと思うんですけど、なんか辛いこと頑張れば、まあ筋トレだったら、頑張れば筋肉がつくとかですね。私は野球やってたので、なんか辛い練習をすれば絶対上手くなってるみたいな考えってあるんですよね、個人的に。<laughs> 未だになんかそういうの残ってるなって感じしちゃうんですけど、えっ、ー、とですね、なんか我慢をして、いやいや、なんか続けている状態っていうのは、キャリアアップもスキルアップもしないですからね。えっ、ー、と、中途半端な状態で仕事を続けてる方が将来的にはマイナスですし、えっ、ー、と、自分のキャリアを汚すことにもなってしまうので、なんかそういう中途半端な状態にもし陥ってしまってるのであれば、逆に割り切って転職とか、まあ環境を変えるみたいな形にしてもらった方がいいのかなと思います。 えっと、まあ、我慢して組織や会社に居続けることが本当にプラスになるのかみたいな目線はすごく大事なポイントだと思うので、ぜひあの考えてほしいなと思ってます。で、もう一個大事なポイントは、えっ、ー、と、上司とか社内に相談するべき す、相談するときは、ぜひ、ま、慎重にっていうことをですね。これ難しいのが、あの、こういう相談、モチベーションが上がらないんですとか、仕事に行くのがちょっと辛いんです、みたいなことを言った時ときに、えっと、転職予備軍とかですね、反乱分子みたいに捉える人がいるわけですよ。なんであいつはやめようとしてるぞ、みたいな形で、なんか急に上司から飲み会に誘われる回数が増えたとかですね。えっと、 なんか社内であらぬ噂が立ったとか、ですね、あいつは辞めるらしいぞ、転職するらしいぞみたいな形で、えー、後輩からですね、えー、急に声がかかりまくるみたいな。口が軽い上司はまず危険っていうことと、まあ、そういうふうに、えーと、ちゃんと相談に乗ってくれるかどうかみたいなことも、人をちゃんと見極めなきゃダメっていうことですね。 えっと、まあ、会社にもよるんですけど、上司のポジションって、結局、部下とか後輩を辞めさせると、ま、評価マイナスなわけですよ。そりゃそうですよね。一人採用するのに、えっ、ー、と、まあ、求人サイトとか転、えー、転職エージェント使ったら100万とか200万とか、もっと高い局集だったらもう何千万とかしてるわけですよ。 そういう、そうやって頑張って採用してるのに、お前辞めさせたな、みたいな評価だったら、まあまあ上司としての評価下がっちゃうので、なんか自分のポジションを守るためにですね、辞めさせないようにするっていう前提で、話をしてくる方もいるので、なんか自分の上司はどうなんだろう、みたいなことは、ちょっと慎重に、え、見定めていただけるといいかなと思います。 ま,あまずは会社で言うよりは、あの、周りの友人知人とかですね。ただ、友人知人に行っても結局無責任な話なので、あの、ま、無責任というか知らないんですよね。その転職マーケットがどうなってるかとか、えっ、ー、と、今の職場がどうなのかみたいなところで、その人もいろんな職場を別に見てるわけではなくて、自分の職場と、えっ、ー、と、 の比較であのアドバイスをしているだけなので、なんかそれの状態が本当におかしいのかどうかも分かんないと思うんで、その辺、ちょっとそういった点でも慎重にっていうところですね。転職とかキャリアとかですね、仕事とか働き方っていうのは、結構その、一度に多くの経験ができる人とそんなに多くないので、それはそうですよね、転職何十回何百回もできるわけではないので、職場を何個も見れるっていうことはあんまないと思うんですよね。 なので、えーと、自分の知っている引き出しの中とか、自分の経験の中でアドバイスしがちなんですけど、えー、とそれが本当に正しいのかどうかみたいなことは、結構難しいんですよね。なので、あのなんか宣伝っぽくなっちゃいますけど、もしな悩んだら、遠慮なくこの LINE にご相談いただければと思います。 モチベーションが上がらず仕事に行くのが辛いっていう状況を、まあ、ずうずう続けるのか、まあ、割り切って頑張るっていうことであれば、これもなんか気合いでモチベーション上げるしかないと思うんですよ。結構ご相談、こういうご相談いただくのって多いんですよね。で、以前インタビューとかもさせてもらって、休みの時期とかをなんか思いっきり頑張りますとか、えっ、ー、と、楽しみますか。楽しみますとか、ちょっと旅行行ってきますとかって、そう話も言ってたんですけど、 結局、休み明けつらいんですよ、えー。例えば今日ですよね、今日3連休明けの人も、明日3連休明けの人も多いと思うんですけど、えー、と今日の夜とかつらいなとか、昨日も見てたんですよ、の仕事。サザエさんシンドロームってことも久しぶりに聞いたんで、ネットでなんだっけと思って調べてみたら、ですね転職誘導する基地ばっかり。<laughs> なんであの、自分がですね、えー、とそうやって、 辛い人たちを有利の方向に持っていこうみたいなやりたくさんいますので、えー、気をつけていただきたいなという、まあ、まとまりのない話でございました。はい、えーまあ。とにかくモチベーション上がらず仕事に行くのが辛いっていう状況なので、まずちょっと原因を、えー、考えてもらうのが大事かなと思います。一時的なのか永続的なのかとで。長く続くのであれば、えー、とも残るっていう選択肢をするのであれば、まあ、とにかく頑張るしかないかなと思います。まあ、モチベーションに頼らずですね、もう割り切って作業を黙々とやるしかないかと思いますし、まあ 残ってもその先があんま見えないとか、もうその問題ずつ抱え続けるのが嫌だな、みたいな場合は、まあ辞めるって選択肢とか、周りに相談してみるっていう選択をしてもらうのが大事かなと思います。この悩みは多くの人が抱えてると思いますので、えー、愚痴でも何でも OK です。あの、LINE でご連絡いただければお答えしていきたいと思いますので、えー、ご連絡いただきたいなと思っております。とにかく一人で抱え込まないでいただければと思っておりますので、えー、今日休みの人はしっかりリフレッシュしてもらえればと思います。はい、本日は以上です。